はい、というわけでね、ちょっと様子を見に来たら、あの女復活してますね。元気？またしてもこの国を救うとは、さすが勇者三つ星ね。私からも感謝するわ。ありがとう。それにしても黄金病を操っていたのが、魔王直属の大幹部である六軍王の一人だったとはね。いや、神の妹だよ。六軍王の中には私の封印を解いたあのいい男もいるそうね。ちょっとだけ複雑な気分だわ。なるほどね。君はいつもその格好なのか、なんか。その地上みたいな格好。なんか別の服とか支給してもらえないのか、ちょっと相談してみては。地上にしか見えないから、その服。三つ星さん、黄金病からクレームランスと打っていただき本当に ありがとうございました。部長、陛下からの報告では各所にあった黄金の氷山も無事消え去り、ゼーランダ山への道も開けたとのことです。どうかご分を、勇者三つ星が魔王に勝利する日をクレームラン国民一同で祈っております。はーい。なんかね、もうちょっと謝礼とかあってもいいよね。なんか黄金病を救っていただきありがとうございましたみたいな、そんなね、謝礼はないんですかね。はい、かおお、経験値やっぱこの辺もうでかいよな。うんぜんもらえるもんな。お、神くんがなんか呪文覚えたらしい。ジバリーナすげえポケモンっぽいジバリーナ、ジバリカより強いやつだろうな、きっと。ちょっと降りて乗っていこう。ジバリーナルル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 ル。みつみつ、周囲に注意しろ。みつみつ、下がれ。みつみつだけでいいのか。他のメンズ下がんなくて大丈夫。グレイグ、ちょっと俺のことが好きすぎないか。みんな下がれじゃなくて、みつみつ下がれでいいのかい。え、何あの、長平べったいの。うわ、なんか、シェンロンじゃん。願い事をちょっと、ギャルのパンティー願おうぜ。はぁ、おー、でも、思ったほどは長くないよな、なんか。ああいう毛ってなんかもっと長そうだけど、なんか。太短くね、なんか太短いよな。でもなんか普通になんか戦いそうな予感がする。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。だが長い間封印されさ、だが長い間封印されたせいで思うように力が出ぬ。我が名ネドラ、貴様らの命を我が糧としてやろう。すげえ唐突に戦おうとするじゃん、お前。無理やりじゃん、もう、なんか、理由が。この太短い集め。さて、そうですね。まずは、やっぱり、定石通りジバリカから行きたいんで、この布陣で行きますかね。で、作戦も、全員命令で、三つ三つ監督の通り動いていただくということで、ジバリーナ、敵1グループか、ジバリカより強いんかな、どうなんだろう。単体だったらジバリカでも一緒なんかな。試しにジバリーナ打ってみるか。試しにな。ジバリーナ、ルル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 ル、心弾ませあなたに届け。ドラゴン切りで、あ、ドラゴンだろ。おお、めっちゃ効く、めっちゃ効くやんけ。で、ピオリーム、まあ、この辺はもうね、テンプレなんで。この辺は、がっそりテンプレでいくわ。全身、いや、でもスクルト意味あるかな。こいつなんかさ、直接攻撃があんましなそうなんだよな。普通に人が吹いてきそう。なんか、一応まあ、ワンスクルトは。あー、でも、ジバリーナの方が強いんかな。おーっと、何やってんねん。若者は平気だけど、おっさんは食らってるな。で、あ、そうだ、神くんもういらねえっちゃ、いらねえっちゃいらねえんか。神くんってあんまもうやることないよな。あー、そうやな。ここを神くんじゃなくていいや。ローにしよう。ローにして、で、俺。俺はドラゴン斬りで。へい。強っ。ドラゴン斬りマジで強い。あ、直接攻撃もしてきた。あ、てか結構苦しい。ちょっとやめてやめて、殺さないで。ビアー、ローが出てきた途端、しびれてる。どうしよっかな。これ
ハッスルダンスで間に合うのかな。でもハッスルダンスぐらいしかシルビッちゃんろくな回復技ないしな。とりあえずまあまあまあ割となんとかなって。もう何やってんのこの獅子。ボブルヘッド人形みたいななんか触れ方してんじゃん。あーまあ俺は俺ぐらい攻撃に行かないともうどうしようもないだろ。グレイグでとりあえず回復しとくか。グレイグやっぱバイキルトかけてから本番だと思うんで、ジバリーナ強い。おお大事、結構てか直接攻撃系だねこれ。あれだなマジで。おどれもは呪文もすごい使う。うわ結構やばくねこいつ。意外な実力者っていうか、まあ普通に見た目強そうですけど、ていうかマジでローがいつまでもしびれてるのムカつくわ。あいつ何しに来たんだよマジで。もう俺だけや頼れるの。もうほんと早くして。なんかあったっけ俺解けるやつ。いやしそう。あ、きつけそう。これでいいじゃん。よかった、きつけそう持ってて。あー、ジバリーナ消えちゃった。お、ちょっともうローがマジで老害になってんだけど。しびれるわ。ヒルモアで。何やってんのあいつ。ほんまに。頼むぜじっちゃん。もうジバリーナかけたいんだけど。ここ。いや。ここ攻撃でいい。スクルトでもよかったかな。うお強でも。だってまだバイキルト前だよな。まあ、これは耐える耐える。大丈夫大丈夫。焼けつく息ほんとやめて。おーしよしよし。あれズルだからマジで。マジモンのズルだから俺。ここ回復させたいですけどね。こう。バイキルトできます。バイキルトかけて、オッケーオッケー。ようやく起きた。久々に動くぜ、この、おじい。みつみつ回復。で、守備力元に戻っちゃうか。ま、みっちゃんはドラゴン切りでガリガリ削っていってもらって、グレイグ、全身全霊切りで。これで黄色まで行くんじゃないかな、そろそろ。うお、強い。うん。ちょっと。うわ、ちょっと苦しいな。死んだ。もうなんでそこでみつみつ行くんだよ、マジで。ハッスルダンスで。マジで、ローのじっちゃんのザオーラルが決まんなかったら結構苦しいな。ザオーラルかなり失敗するんだよね、マジで。おお、一発で決まった、珍しい。ちょっとやめて。蘇った途端。闇の炎。うわ、もう強いな。ここ、ベホエムで。うわ、スクルトかけたいんだけどな。いや、ここちょっと勇気のピオリムでいいわ。ターンをとにかく回さないと。で、ここでベホマラーよな。ちょっと、しばらくは立て直しに使おう。腰抜かしてる。よし。ここもスクルトでいいです。無理にね、無理に今攻撃しなくていい。これで、なんとか、いやでも次、ローまずいな。ちょっともう、そろそろ耐性できてくれ、雄たけびに対する。雄たけび疲れたらもう何もできんやん、これ。ここのシルビッチあんま、でもピオリもう一掛けしとくか。ターンをとにかく、早く来てもらうっていうのは大事じゃからね。で、ベホイムして、次で、ちょっと入れ替えて、そろそろジバリーナかけていくか。ここ、神くんとシルビッちゃん交代で、で、ここのみっちゃんはドラゴン、てかまだ黄色でもないんだ。結構体力あんな、あいつ。グレイがちょっと早くしてくれ。平均100ってマジでちょっとえぐいよな。マジえぐい、こいつ。ジバリーナで。
ジバリーナ。はい。で、ベホエム。まあ、みっちゃな MP まだ余裕があるんでね、なんとか。誰だ？ジジイか。ジジイ、ここはベホマラーですかね。神くんをちょっともう、早めにちょっとシルビッチャーに入れ替えとこ。入れ替えて、で、ここちょっと、ベホマラーで体勢整えていき、よっしゃ、グレイグ。ナイス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 。竜王斬り。これいいんじゃない？これでいけんじゃないか。ちょっとやろう。いくぜ。おい、おー、強い、560。いいね、いいね。さらにジバリーナも入っていき、おたけび耐えろ、みんな、耐えろ。あー、みっちゃんだけか。まあ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 。メラハリケーンはいいや。ここはね、バイキルとか、ハッスルダンスでもいいんだよな。いや、でもまだいけそうなんで、ここバイキルとみっちゃんにかけます。腰を抜かしてるみっちゃんに。で、ここのローで回復させればいいから、このローのベホマラーで、体勢整えていき、みっちゃんちょっと起き上がってくんねえかな。まあいいや。全身全霊切れ。全身全霊切れよ、ほら。706だぜ。この気持ちいいダメージ。ちょっと、もう焼けつく、それダメ。それほんとダメだって。もう、なんか三つ三ついとかいう役立たずが痺れたよ。何やってんだよ、あの役立たず。混乱毒。やべ、麻痺直しないのか、技で。ないくせえな。ちょっと、なんかある特技で。ねえ、くせえな。ないのか、麻痺直し技は。うわ、ねえな。うわ、どうしよう。シルビアは最悪もう入れ替えるか、誰かに。持ってるかな、まだ。癒しそう。もうなさそうだな。麻痺直し技もうないし、ねえしな。ちょっとシルビアは、マルちゃんに入れ替えよう。ミツミツはなんか自動で治ってもらうのを、なんかこう、自動で治るんだよね、麻痺って。これ、永続トラップじゃないよね。マジで、わかんないんだけど、ちょっとドラクエの麻痺の仕様が。ドラクエの麻痺って、昔治ったっけな、なんか、昔なんか3体とも麻痺ったら、なんか、自動で戦闘終了になってたような気がするんだよね。治んない、これ。治らなそうだな。どうだろう。持ってないよね、直すやつ。うわ、麻痺ったらマジで終わりじゃん、これ。とりあえずデビルモードになってもらおう。デビルモードになって、素早さ元に戻る。で、ここはベホマラーで。みつみつ、マジで困ったな。一回死んで蘇らすっていうのが、もしかしたら一番いい直し方なのかな。じゃあちょっと一回ちょっとみつみつ殺してくんないかな。あ、ジバリーナ消えちゃった。マジで。うわー、もうま、苦しい。2体麻痺った。マジかー。戻んねえのかな、マジで麻痺って。戻んねえとしたらマジで苦しいぞ、ちょっと。三つ三つと神入れ替えよ。自然治癒はないのか。これムーンサルト特攻入りそうだな。でもこいつムーンサルト、ほーらほーら入ったな。グレグちょっと動いてくんね。動けないか。なんのかな、ないのかな、マジで。麻痺直し技、麻痺直し技マジあっていいと思うんだけど、これ強すぎないか。なさそうだな。そう、攻撃で麻痺治るとかない。だからもうそればっかやっても一生勝てるじゃん。
もうずっとそれでええやん、君。ずーっとそれだけやってる勝てるじゃねえか。ずーっとそれと雄たけびやってりゃもうそれ勝ちじゃん、アホ。あー、とにかくムーンサルトで、はい、オッケー。マジでマジで麻痺って自然治癒ないのか、ちょっと調べよう。これだけは自然治癒ないんだったら対策しないと罪じゃんこれ。まだいいです、スキルは。この強さ、はるか昔に相まみた勇者老子を思い出すわ。だが所詮は人間。なんでお前負けといて、あんな卑怯なことまでして負けといて、そんな誇らしげなスタンスなんだよ。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、焼けつき気か。またうっ、ごほごほ、どうした丸ちゃん、俺との子を妊娠したか。くそ、なんだ体が動かねえ。だから焼けつき気だろ、さっき散々使ってきた。おう、さすが俺は鍛え方が違うな。みんなよりは立ってるな、最後まで。だが俺もここまでか。己の無力さをあの世で悔やみがゆ、貴様の命食らい尽くしてくれよ。やだー。え、死んだじゃん、普通に死んだんだけど。あ、体中から力が効く。なんだこの耳障りの音は。お、誰か助けてくれた。お、その後ろ姿は、あ、あいつだあいつだ。その後ろ姿はって言っといてあんまピンときてなかったんだけど、あの姉じゃないわ、妹君の方でしょ。貧乳シスターズの妹君の方でしょ。忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。いや、やっと来たか。ああ、いつまでそんな強くなってたのか。ちょっと強すぎて引くんだけど、なんかちょっと異世界転生もの主人公くらい強いんだけど。大丈夫、ギヤー、強っ。俺ら全員でボコボコにして倒せなかったのぞ。三つ三つ様、皆様今お助けします。すげえ、なんかもうこんな強かったっけ。回復力もすごいし、さすがだぜ。う、お前もしかして、てかお姉ちゃんの方は。私は勇者を守る宿命を背負って生まれた聖地ラムダに続く、世界が滅びようとも命に変えてあなたをお守りいたします。かわいい。三つ三つ様、よくぞご無事でいてくださいました。いや、君こそ。聖にゃん、あなたが助けてくれたのね、ありがとう。今までどこでどうしていたの。私、あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何か分かるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。三つ三つ様、皆様改めてよろしくお願いいたします。やったー。で、ベロちゃんは、ベロちゃん、ベロちゃんに会いたいな。ベロちゃんをベロベロしたいと思う午後。みつみつい心の句。聖地ラムダ、この山道の先ですわ。さあ、行きましょう。行きますか。あ、そうだ、俺こんな乗り物に乗ってたんだ。あー、体力が全開してるね。あ、セーニャちゃんも。いけるいける。セーニャちゃん。セーニャちゃん、あれない?麻痺直すやつ。あったあったあった。よかった。よかった。セーニャちゃんが持ってたのが麻痺直すやつは。まあ、とりあえずセーニャちゃん今あるもん着させました。まあ、こんな感じで。やっぱね、その地上スタイルがやっぱ一番いいよな、セーニャちゃんは。じゃあ行くか、山に。うおー。あ、そうだ、セーニャちゃんとお話できるかも。ちょっとお話したい、久々に。うわー、寒そう。大丈夫、その格好。まあ、っていうか全員、冬の雪山来るのにはふさわしくない格好してますけどね。全員冬の山を舐めてるけどね。セーニャちゃんに至ってはもう露出したいっていう欲求がね、止まらないからね。